水彩画と日本画、あ、水墨画と日本画、これ、これ同士よりもむしろこれとこの方が近い感じ、あの、使い、絵の具の見ていき方と違う。まあ、濡れてるところをこう、まあ、変なところがブヨーンってこう乾き出していったら乾かしていくドライヤーの方向にやってこうきれいに決まります。途中でこうなんか島みたいになっちゃったりしてね、こう乾いて乾かないところが、そうするとまあ必ずこういうところにこう縁みたいな、少し濡れたらこうごちゃごちゃ取ってるんですけど、まあ、あの辺最終的にごちゃごちゃしてくると思うんで、まあ残ってもそんなに気にはならないと思う。味がそんなに、でも物のあたりは結構あのこういう輪島で場合によってはここら辺の遠いところあの、うん、はもうこのまま触らないで、ね、遠くにある花っていうふうにしちゃってもいいし、もう少しはっきりさせてから終わってもいい。もう一回全体に流しますね。先ほど濡れた状態の時に比べれば一旦乾いてますんで少し安定してます。あのすぐ落ちてくるようなことはないです。あんまりゴシゴシ。広がり方に注意して、ね、少しずつ形に、はい、一旦塗った、画面ってすごく乾きやすいですね。顔料に多分水分が含まれやすいので、すぐ乾いてきちゃうから、塗ろうと思った時に乾いちゃってるようになってますね。こういうふうにあの輪郭がきっちりしちゃってるところの中に絵の具を落とし込んでいっても、これまあ垂らし込みに近いところから、ドライウェット、ウェットワンドライにどうやるかっていうのは、まあそのタイミングで、このここまでの効果で、まあそろそろいいかなと思ったら、この辺からこのウェットインウェットのところの形をしまいます。ところと出ないところとうまく兼ね合いを見ながらね。アジサイはそんなに一枚一枚最初塗ったボケたところと後から塗る輪郭がずれても構わないというか、むしろずれた方が面白いと思うので、その差がこう柔らかさにつながってくると思うので、そういうのを楽しみながら。you